久保さん売れる人と売れない人にしましょうか売れる人はですね問題を潰しまくってると僕は思うんですね僕も問題を潰しまくってるから売れ続けるんですよまあ青汁王子の話じゃないですけどコンバージョン AB テストまあ4つのサイトを作ってまあ AB テストどれがいいのかどれが一番いいのかみたいなね常にやってたみたいな話をしてましたけどもなんかお客さんって買わない理由の天才じゃないですか買わない理由の天才ですよね だからその買わない理由を全部潰していくんですよ。で、その変わらない、買わない理由を全部潰してでも買わないんだったら、それは買わないお客さんをもともと集客してるんで、それはしょうがないですよね。例えば僕も、高い商品もあるけども、安い商品も売るんですよ。100円とか。一番安いのは多分100円売ったことあるんですけど、お金がありません。100円もないんですかっていう。お金がありません。わかりました。じゃあ100円はないんですかっていう。まあこれ、切る目ゼリフですね。いや、今はちょっとお金がない。 じゃあ100円どうですかみたいなね。<laughs> そういう風な人を言ってくる人に対して、じゃあそこにぶつけていく。買わない理由を全部潰していくと。で、そうなってくると、まあお試しじゃないんですけど、100円でも商品買うじゃないですか。安いのね。まあフロントエンドですよね。で、それで味。まあ料理、料理の味をね、えー、食ってもらって、うまかったら、じゃあ実はあるんです。みたいな感じでバックエンド売れるみたいな話ですよね。まあ青汁王子も言ってましたけど、まあ触ってもらわないと、 分かんないですよね。それがいいものであったとしても、作り手は分かってんだけども、消費者としてはつ使ってないわけですから、何も分かってないですよね。知識もないし、触ったこともないし、経験もしてないので、それがいいかどうか分かんないですよね。 だからまあ、売るためには、買わない理由を全部潰していくっていう、もう一つ残らず全部潰していく、価格もそう、オファーもそう、内容もそう、全部いろいろテストしまくるっていうことが大事かなと思います。で、売れない人っていうのは、そのテストをね、全然してないんですよ。うん、本当テストしてないと思いますよ。だから、青白王子が、まあ、その、言った理由も、そのスピード感覚が早いテストしまくって、いろんなばコンバージョンレートを上げるために、いろもう、毎週毎週ずっとやってたと。 ずっとってね、終わりないっていうね。で、それぐらいずっとやってれば、それは稼げますよね、うん。で、それでもし稼げないんだったら、それは先ほど言った通り、買わないお客さんを全員集客してるってことですね。買わないお客さんを全員集客してると。だそれは集客の仕方に問題があると思いますね。それは。その全部テストずっとやっても、100円の商品も売れない。うん、それは、多分て、あのー、もうそもそもビジネスなりきついですね。<laughs> それは。 <laughs> まあだからその入り口をちょっと考え直さないとダメですね。うんはい。いってらっしゃい。